ちゃん。こんにちは。さあ、豊さん、この何でしょう。このシーズンが再びやってきました。はい、豊さんの開幕オーダー予想第2弾。第2弾2回目。あのさ、はい、WBC があったでしょ、はい。そこに時間を吸い取られてたんだよね。なかなか見るチャンスがない。まあ、新聞とかで追ってたりだとか、はい、ちょっと時間がある時にオープン戦見たりだとか、はい、まあ、そういう記事を見たりだとかね、うん、まあ、いろいろしながら、はい、やっぱこう決めてはきたけど、うんうん、まだ自信がない。まあね、いろいろ WBC あったり、ダルビッシュ投手のところにインタビューに行ったりとかありましたからね。そうそう、まあでも俺もなんかこうユニフォーム着てる時にね、はい、まあ、監督とか、うん、バッティングコーチとか含めて打順を決めた、はい、うんうん、難しいな打順って。まあ、だってコーチとか監督でさえ難しいっていうぐらいですもんね。でも一回調子に乗ってくるとさ、チームが、はい、うん、あ、この流れで行こうみたいな、うん、その時は簡単なんだよ、もう前の日でいいじゃんみたいな、はい、そうです、ね、でも開幕となるとさ、それが中心になる、はい、基本線になる、そのチームのね、うん、打順って、はい、難しいな。特に今年は直近で WBC があったので、うん、開幕投手とかオーダーとかも若干変わってきますよね。まあ、野手は変わらないと思うけど、うんうん、ピッチャーはね、うん、まあ、ちょっと変わってくるかなって、まあ、本来なら開幕投手なのに、はい、開幕外してるとか、うん、まあ、そういうことにはなってるんですね。で、実はこの年始に最初のもう開幕オーダーの予想を出せたんですよ、くじ引きで引いて。失礼な話だな。チームそのようなまあ順番だ、ね、チーム順番、そう、はい、だったので、そこと皆さんちょっと比べても、あ、豊さんここ変えてきたな、この選手入れてきたなとか、結構変わってるところもあるかもしれないので、ガランに変わってると思う。ガランに変わってる、うん、まあ、投手はあれとしてもやっぱ開幕オーダーちょっと変わってるかもしれないので、はい、2チームずつやっていきますか、はい、今日はじゃあどことどこにしましょう。まあ、巨人とロッテにしようかな、うん、巨人とロッテ、まあ、ある程度自信があるところ。おある程度自信がある。お前大丈夫かみたいな顔すんなよ。じゃあまずセ・リーグの巨人から、まず開幕投手からいきましょう。開幕投手、はい、これはもうあの菅野でしょ。そうですね、はいはい、ここはもう、はい、そう、発表されてるものを俺が勝手にお前投稿なんて言えないでしょ。そびっくりしたわ、みたいな。確かに。それ決定してることはまあまあ置いとこうよ。そうですね、まだオーダーとしたらね、はい、決まってないわけだから。まあそうですね、そうそうそう。じゃあまず1番から、はい、はい、1番1番レフト、うん、オコエ。これはやっぱオープン戦で状態がいいということ、はい、あ、そういう選手ってね、まあ、結構活躍したりとかしてくれるんだよね、うん、で彼の走塁、まあ、迫力あるし、はい、1番で出塁したっていうことになると相手にとってすごく脅威になってくるよね、はい、ただこれ1年間持つか持たないかっていうのは、はい、まあ彼の頑張り次第かもわからないけど、はい、まあここら辺は流動的に変わってくると思うけど、はい、開幕の時はやっぱお声でいくんじゃないかなっていうような気がするよね。豊さん年始の時って多分レフトってウォーカーだったりね。そうだね、そうですよね、うん、よく覚えてるな、はい、あの時まだレフトってやっぱイコールウォーカーって他の選手が未知数だったので、まあそうだね、オコエも指摘は決まってたけども、はい、指導してなかったからね、はい、まあ、巨人ではね、うんうん、じゃあ1番レフトオコエ選手、はい、2番2番、はい、ライト丸、お、丸選手2番、はい、はい、まあ自在だよね、うん、やっぱバッティング技術も高いしさ、はい、いろんなことができる、うん、いろいろまたやってくれる、はい、で安定感がある、うん、だからそういう意味では丸が一番適任かなって思う、ね、はい、はい、じゃあここからクリーンアップ、なんか文句ありそうだな、お前丸でいいのかみたいな顔しないで、俺も不安になるからあ、2番そうか丸選手かと思って、はい、はい、クリーンアップいきましょう、はい、3番ですブリンソンセンター、あー新しく加入しました、はい、だから本来本当に強いチームを作るってなるとブリンソンが1番だったりだとか、でもいいと思ったんだ、はい、ただやっぱり1番ブリンソンを出したら3番がいないんだよね、多分吉川尚輝選手とかではない、坂本選手、まあ、吉川でもいいんだけど、うん、坂本が状態良ければさ、はい、まあ、例えば1番を加え2番丸3番坂本、うん、坂本丸でもいいし、うんうん、だからそこら辺の組み方はできると思うんだよね、はい、ただまあ開幕ということになると、うん、
まあ、吉川3番、まあ、確かに去年もね、はい、打った時期があって結果も良かったんだけども、はい、うん、なかなかクリーンナップってやっぱり1年間働いてほしいよね、はい、その打順 で、ね、だからなかなか変えにくいということを考えると、うん、ブリンソンかなっていう。このブリンソン選手、まあ、キャンプだったりとかオープン戦見てどうでしたか、そのバッティング。もうキャンプの時はさ、うん、なんかやる気あんのみたいなスロースターターなんで、はい、まあ、アメリカの選手で大体まあそうだよね、うん、ゆっくりゆっくりこう仕上げていくというか、で試合になった途端にさ目の色が変わってやっちゃうんだよ。さすが、あの練習は何だったんだみたいな、はい、まあだけど、まあ、期待に応えてくれると思うしね、うん、だからブリンソンが3番の方がいいかなって思う、うん、この 1,2,3 これで帰ってきそうな感じですか、オコエ選手が。あ、まあ、もちろんもちろん、うん、じゃあ4番、まあ、これは、まあ、4番は岡本。ここはただ、はい、開幕の時は中田を行くかもわからないよね。あ、やっぱ WBC の疲労だとか、はい、まあ、そういうことを考えると、まあ、4番岡本で行くのか中田で行っといて岡本がその後ろなのかっていうことは考えられるよね。原監督どうしそうですか。まあでも今年はもう最初から岡本行けと、うん、お前がここ守れないようじゃやっぱチームは弱いよって、はい、他に頼ってるようじゃダメだって、うん、多分そういう風な起用法になってくると思う、うん、なるほど、はい、でとなると5番が中田、はい、うんうん、じゃブリンソンと変えてもいいんだけどさ、あ、3と5、うん、だけど足という面では、はい、やっぱブリンソンの方が速いしね、はい、うん、だから、まあ、そこら辺では、まあ、3番ブリンソン5番中田かなと、うん、はい、6番です。6番坂本、うん、そこは坂本選手が6番、まあ、ここら辺はね溜まってくる打順なんだよね、はい、でホームランホームランっていう風に、まあ、飛距離が落ちたとかいろんなことは言われてるけども、はい、飛距離が落ちるのは年齢的なことで、うん、まあ、仕方ないとしても、はい、坂本のあの勝負強さ、うん、まあ、ここら辺を買って6番、まあ、オープン戦あんまり調子は良くないけどね、うん、シーズン入ったら変わるということを期待して6番、うん、ここはやっぱり開幕オーダーに入ってくるんですね、坂本選手。これは絶対入るよまあ引退しても間違えて入れてるかもわかんない。それはしょうがない。あら、え、かっこいいじゃったみたいな。引退してますよみたいな。あ、そうだったっけみたいな。そうですね。でも入れとけみたいな。そのぐらいね、やっぱりね、ショートといえばっていう。ショートといえば坂本だよ。選手ですよね。はいはい、さあ7番です。7番吉川。おお、7番に吉川選手。そうだな。まあ、3番という構想も確かに分かるんだけどね、はい、まあ、昨年あの3番を出してあの成功させてるから、うん、はい、だからまあそういうこともあるんだろうけども、うん、やっぱ開幕だからなとは思うんだよね、うん、で苦しくなったら吉川でもいいけど、はい、まあ、最初からどうなんだっていうような感じがするよ、うんうん、ここはじゃあ7番に吉川選手、はい、で8番大城、はい、はい、ここは、まあ、ここら辺はね、うん、そうです、まあ、大城、うん、WBC でも多分あんまり疲れては帰ってこないと。まあ、そうですね、どうしても、ね、まあ、代打とかね、はい、あの本当にあの困った時に大城っていう扱いだったからね、はい、うん、だから疲れはないと思って大城、まあ、大城選手例えばシーズンでもうちょっと上位の方打ってたりとか6番だったり7番だったり、うんうん、8番っていうのはこれ万全でいくというふうに考えたら8番で、うん、まずやっぱこう守りっていうふうに考えてほしいからね。そこなんですね、うん、やっぱ打たなきゃいけない、うん、ね、点取らなきゃいけないって言ったらもう誰か調子悪い大城を上に上げようっていうことはあっても、はい、最初から上に置いとくとやっぱ負担もかかるかなっていうような、うん、配慮ですね、まあ、そうだな、はい、はいはい、で9番がピッチャー菅野、はいはい、さあ巨人のオーダーで揃いました、はい、続いてじゃあロッテの開幕、はい、オーダーです。1番、はい、ライト荻野。あ、荻野選手、うん、はい、荻野はやっぱり1年働けるか働けないか、まあ、昨年やっぱ働けなかったね、はい、まあ、その1番に苦労したりだとか2番に苦労したりした時期あるけども、うん、荻野がやってくれるとやっぱ安定感は出てくるよね、はい、そうですね、1番で荻野選手行ってくれれば、はい、塁に出て走ってノーアウト2塁っていうそこできそうですもんね、うんうん、さあ2番センター藤原。藤原選手、はい、はい、まあこれは高部というね、うん、まあ、選手が故障してるし、はい、まあ荻野、藤原、まあ、山口、うん、ここら辺でのポジション争いだったと思うんだけども、うん、高部が離脱したから、はい、もう藤原で行くしかないというね、うん、ここは、まあ、藤原もサポートメンバーで入ったりとかして、はい、刺激も受けただろうし、うん、やっぱもう目指すとこはあそこだみたいなね、はい、まあそういう考えで頑張ってほしいなっていうふうに、まあ、期待も込めてっていう、期待も込めて、まあ代わりもいないんだけどねそんなにね、そうです、でも藤原の持ってる能力を考えると、はい、やっぱこう使ってみたいよね、うん、はい、そうですね、さあクリーンアップ3番です、
まあ、3番はセカンド中村、はい、うん、まあ、ここら辺はもう打ち慣れてるポジションというか、うん、まあ、彼の定位置だよね。そうですね、だからまあ外すこともないし勝負強いしね、はい、うん、だからまあここら辺は中村、はい、さあそしてロッテ4番です。誰だと思う？誰だと思う、まあ、誰ですか？まあ、レフト山口。ああ、まあ、まあ安田とかね、はい、そういう構想もあるけども、うん、やっぱり安田って春先良くないね、うん、スロースターター。そうだね、はい、だから彼が調子上がるっていうのはやっぱもうシーズン終盤、うん、それからのオフシーズン絶好調なの多分そうですね、よし掴んだぞみたいな。だから、まあ、山口が4番、はい、まあ、ホームランも打ってるしね、はい、うん、破壊力ある、はい、で5番、DH ポランコ、はい、はい、まあ、ここら辺はポランコにロッテ打線にあまりないでも必要な長打を打ってほしいよね。そうですね、うん、まあ、あのね、ジャイアンツで去年までプレーしてたので、はい、まあ、なんとなくこう打ってくれるっていうイメージはもうありますからね。だからまあ期待という、ね、期待 DH でポランコ選手、はい、はい、で6番、はい、ファースト井上誠也、はい、俺はちゃんとお前開幕から働けよみたいな、去年お前なんかな途中から出てきて、はい、もう開幕からやらないとね、うん、だからこの3人で長打を補うというかさ、うん、山口、ポランコ、井上誠也、だから昨年なかった長打をこの3人がどのぐらい打ってカバーできるかだよね。そうですね、まあ、そうなってくるとピッチャーにすごく安心感を与えてくれると思うんだけどね、はい、はい、で7番、サード安田。7番に安田選手、うん、いやもうしょうがないんだよこれは。さ4番打ってほしいよ。そうですね、春先良くないんだよ、うん、だキャンプの時があって昨年の後半からすごい打ち方になったね、あれ目指してたんだろうって言ったら、そうやっとって言ってで春忘れてんだった多分抜けちゃうんですかね。やっぱりこうしっくりきてないんだけどね、まだね。でもまあしっくりくるようになってくると当然打順は上がってくる、うん、そうですよね、うん、ただまあやっぱ開幕はちょっと不安定なところあるから、はい、この7番っていう、まあまあそうだね、はい、位置でいるという、はい、で8番、はい、キャッチャー松川、はい、はい、まあ多少なりともそのバッティングでの成長っていうのは少しずつ見え出してきたけどね、はい、うん、だけどまだまだ打たなきゃダメだよ、うん、ね、いうことなんですね。田村が控えてくれてるから今年はね多分ね、はい、だから思いっきり、うん、ね、失敗やってもいいし、はい、まあ、今年は評価される年だから、うん、できなかったら叩かれるだろうしね。そう、2年目、うん、そうですね、だから、まあ、高校を出て1年目っていうのは、うん、おーすごいっていう評価だったけども、うん、もうプロの飯を1年食ってるから、うん、見る目は厳しくなってるからね。そうですね、うん、だからまあそういう面ではその大きく育つために頑張ってほしいなと思うね、はいはい、さあ9番、最後9番、はい、藤岡、はい、藤岡選手、うんうん、まあ、ショートね、はい、まあ、小川っていうことも考えたんだけど、うん、やっぱこう藤岡の方がまあ安定感あるかな、うんうん、小川が2番打てるぐらいの状態であればね、はい、小川を使って守備固めに藤岡っていうのもいいんだけど、うん、はい、やっぱこう打順を並べていった時に9番だったら藤岡かなという、うんうん、安定感があるからね、はい、うん、だからまあそういうことで9番に藤岡選手を当てはめたと。そうそう、で先発ピッチャーが小島と、はい、小島投手、今年は打ってやれよ小島の時。いやそうですね、もうね本当にいいピッチングしてたんだけど、昨年は全く打ってくれないんだよ、はい、うん、ほんでもう我慢しきれなくて点取られたら点取るとかさ、はい、お前最初に点取ってくれよみたいな。そうですよね、ほんでなんかさへばってもうそうやって我慢しきれなくなって次の登板の時に打ち込まれたら打っちゃうとかね、なんかねこうアンバランスちぐはぐだったんだ よ、 そうですよ、ね、だから開幕投手ということでね、はい、小島を中心に回していくわけだから、はい、打ってやってほしいなと思うよね。そうですね、はい、特にねやっぱりロッテは去年今年と長打っていう意味で課題があったので、 そうだね、そのあたりをこの打順でなんとか作り上げてほしいですね、はい、まあ、巨人は、はい、開幕戦中日、はい、ね、ロッテはソフトバンクと当たります、はいはい、ということは、はい、次の回はその2チームやるんですか。何がちょっとね、いや、ああ、大丈夫な、大丈夫、ああ、それでもいいよね。あ、そうしますか。最近ね、天然だねみたいな、天然がひどくなってんねって言われてる。本当ですよね、天然がね、春なのでね、うん、まあ、こういった珍事も出てくるとは思いますが、まあ、まあ、はい。